小踊りが今年初舞台で7年ぶりの新会場で、まあ、すごいめでたい舞台立たせてもらうんですけど、すごい今までで一番いい都踊りを作れたらいいなと思ってます。玉申します。とっても緊張するんですけど、今までお稽古してきたことをいろんなお客様に見ていただいて、春が来たなと思ってもらえたらいいなと思っています。玉申します。